昭和21年、私がまだ5歳の時、一家で満州から引き上げてきました。途中、船の中で幼い子が亡くなったり、長くそして辛い旅でした。風が身を切る満州平野、屋根なし貨車が夜通し揺れた。おふくろ妹抱いては怪しい。親父俺の弟子かと似る引き上げ線に乗るまでは暗い波間に汽笛が鳴いて、デッキの隅で水槽に敷き、五国の山川もう砂のに、なぜに召される幼い命、親子の嘆き、いかばかり。故郷その後の貧乏恨みもしたが、いまだに帰らぬ残留孤児は、あの日あの時我が身を捨てたおふくろ親父ありがとう。ありがとう。Thank you.